がる必要はありません。あなたを楽園へと連れて行って差し上げます。さあ、あなたの姿をよく見せてください。何があったかは詮索しません。ただここにやってきたということは、私の歌があなたに届いたということ。あの時ああしていれば、あんなことしなければ、後悔があなたの足元に絡みついているということ。あなたを救うのはこの私、リグレット。そして私が作ったやり直しの世界、リドゥ。すべてを忘れてここで暮らしなさい。後ろを振り返る必要のない毎日は、ゆっくりゆっくりあなたを癒してくれるはずです。さあ、後悔なき人生を。Bye.
なんだこれは。外部からの侵入。現実ではないな。これはメタバーセス。とうとう来たか、この時が。すぎて起きちゃったんだけど。沖多摩市全域にほころびが発生している。初めての事態だ。それを説明するために集めたんでしょ、ブラフマン。ええ、単刀直入に言いますと侵入者です。はあ、そんなのありえるの？侵入者、もちろん普通の人間じゃあるまいね。まさか物取りでもないだろうし、ここは偶然不法侵入してしまうような場所でもない。つまり侵入してきたのはリグレットとは別のバーチャドールということだね。おそらくはね。どうも空にできたあのヒビはメタバーセスとつながっているようです。ふん、本家様が俺たちを潰しに来たってわけか。へえ、オワコンのくせに生意気。ふざけるな。我々へのリグレット様への冒涜だ。オマージュを否定しちゃうとアートの発展を阻害するってのに、前時代的で困っちゃうね。あれ、じゃあミューに会えんの？いいじゃんいいじゃん、一度会ってみたかったんだよね。ミューやアリアとは考えづらいでしょうね。メビウスの意見以降、彼女たちが実態を得られるほど人々の支持を得ているとは思えない。哀れね。人気や信用なんて一気に壊れてしまうものだもの。じゃあ新型、私ミュウとアリアしか知らない。新型なのか何なのか、どちらにしろ僕たちにとって幸をもたらすものではないでしょう。事実、それはリドゥの中に多くのエラーを起こしている。正体不明のバーチャドール、システムに様々な悪影響を及ぼしている。まるでバグだね。バグ、リドゥの安寧を壊すものを放置はできない。すぐに潰すべきだ。いいえ、皆さんはいつも通りでいてください。なぜだ？相手がバーチャドールと仮定するならば、人々の支持を得なければ力を得ることはできません。その点、この世界はリグレット様を支持する者しかいません。侵入したはいいものの何もできないと。はいはい、つまり超アウェーで力が出ないってことね。現状は家に小さなハムシが入り込んだに過ぎません。不快ではありますが、実害がない。バグの探索は僕の方で続けますので、皆さんはいつも通りに活動を。リドゥはまだまだ未完成。今は世界の完成度を高める方が先決です。住人の幸福のためにも、皆さんの理想実現のためにも。はあ、ずるい言い方するよね。言われるまでもない。リドゥの完成が至上命題だ。助かります。ではリグレット様、言葉を。オブリガードの学士たち、後悔なき世界の完成のため引き続き力を貸してください。ブラフマン、どうしました？いえ、バグの件ですか？お気持ちは察します。
リドゥはいわばあなたの体内、そこに不純物が混じっているわけですから。やはり別のバーチャドールなのでしょうか。リドゥを、我々の理想を阻害しようとしているのでしょうか。だとしても、いや、本物のバーチャドールならばなおさら、この世界では何もできませんよ。ええ、分かっています。私の方が優れた女神であること。そこに一切の疑いはありません。私が一番、みんなを幸せにすることができる。ただ、感じませんか？あの空の日々から、とても不快な何かを。あれ？どうしたんですか？今まで誰も起こしてくれなかったんですか？ほら、もう学校閉まっちゃいますよ。早く帰らないとお化けが出るかもしれませんよ。なんて。遅刻しちゃいますよ。急いでください。セーフってことにしておきますね。正確には15秒オーバーですけど。内緒ですよ。でも珍しいですね。いつもならもっと早く投稿してくるのに。悪い夢を見たせいで朝起きられなかったんですか？ごめんなさい。意外と繊細なんだなって思って。お、風紀委員の鶴巻さんですね。体調不良でお休みと聞きました。代理で私が風紀チェックです。よかったですね。ちょうど今日遅刻してきて。でも本当に具合悪そうですね。熱はないみたいですけど顔色が悪いです。無理せずに早退してくださいね。健康が一番ですから。確かにお腹に何か入れたら落ち着くかもですね。軽食なら学食の自販機で買えますよ。先生には適当に言っておきますので。
困ります。学生さんとあんまり接触するなって言われてるんで。なんで？いいじゃん、仲良くするのはいいことじゃね。いや、あの、そもそも仕事中なんで。俺も千夏ちゃんの仕事の邪魔したくないわけだからさ、バイヤー教えて。学校で学生と仲良くするのがダメなんでしょ？そしたら外で会えばよくね。あ、いらっしゃいませ。何になさいます？ち、おい、二年坊主。あのさ、普通空気読むよな。今俺が戦の最中なの分かんなかったか？困ってるわけあるかボケ。俺様の顔面レベル見て物言ってんのか。あと2ターンあれば余裕で落としてたわ。ったく、舐めやがって。あ、お前モテるだろ。ふん、二年坊主よ、今回のことは許そう。代わりと言っちゃなんだが、クラスの女子紹介してくれよ。いやー、悪かったな、ちょっと嫌な夢見ちまってイライラしててよ。じゃあな、飯食ったら授業はちゃんと受けろよ。俺みたいになっちまうぞ。あ、紹介の件マジで言ってっからな、約束だからな。今帰るの？マジで？いや、僕も調子悪くてさ、おかげでがっつり寝坊してきたんだけど。やば、羨ましい。僕も見習って早退しようかな。ああ、引き止めるのも悪いよな。気をつけてな。お邪魔します。マイクテスト、マイクテスト。あー、もしもし、聞こえるか？ハロー人間、キーの名前はキーという。あ、なんかおかしいな。
ってるみたいだから走りながら聞いてくれればいいや。何から説明するべきか。まずキーはバーチャドールだ。なんだ、歌はめっちゃ歌うあれだ。とミュウのことは知っているか。あれはキーの敬愛する母にあたる。本当に母は優しくて可愛くて最高な母なんだ。この前もな。あ、今はいいか。早い話が、この世界は偽物なのだ。さぞ楽しく暮らしていたことだろうが、残念ながら夢みたいなものだ。残念か？どんまいどんまい。だから帰ろうな。この世界ぶっ壊そう。走るなよ。おい、どうした？大丈夫か？なんだあいつ。あれはおそらくこの世界の NPC だな。リグレットが成功に作ったものだろうが、現実に気づいたお前には偽物にしか見えないだろう。残念だが、この世界はもうお前をうまく騙してくれないぞ。おお、ようやく止まるのか。いっぱい走ったな。もしかしてお前、現実ではマラソン選手か？なるほど、あれも今まで見えなかったのか。のんきなやつめ。よーく見るがいい。あれがこの世界が偽物であることの確実な証拠だ。ちなみにキーがこの世界に入ってくるときにぶち開けたった。いい気味だ。さて我が半身よ、話を聞く気になったかな。いうことだ。大体理解できたか？そういうことだ。それさえ分かればいい。何せお前は今やキーの半身。キーと一緒に現実に帰るしかないのだからな。そう、お前の体はキーが乗っ取った。半分キーのものだ。わけっこだ。まあまあ、これには深い理由があってだな。キーがこの世界に来た経緯から説明しなければならない。5年前に起きたアストラルシンドローム事件、覚えているか？あれはキーの母であるミュウが起こした事件だ。メビウスという何でも叶う世界を作って人々を歌によって取り込み捕らえていた。ああ、リドゥはメビウスに似ている。母が起こした過ちに似すぎている。アストラルシンドローム事件は人間の法律で裁くことができなかった。大規模な集団催眠と扱われうやむやになったわけだ。しかしアストラルシンドロームと母の歌との因果関係は誰の目にも明らかだったのだ。そのモヤモヤは人間は母にぶつけた。母は危険なものだと世間から忌み嫌われていった。リグレットはその後に出てきた
新しいバーチャドールだ。正体不明かつ詳細不明。母がいなくなったポストに収まり、急速に人気が高まっていった。そして数年後、現実では再び心神喪失の人間が増え、アストラルシンドロームの再来だと持ちきりだ。だからキーは、リグレットなんぞどこの馬の骨とも知れん、まがいものなんてどうでもいいわ。今起きてる事件、現実では全部母のせいにされているのだ。濡れ衣なんだ。母はあんなにも反省しているというのに。だからこそまがいものを捕まえて謝らせにゃなろう。魂を感じる。あれはお前と同じこの世界に取り込まれた人間だな。ただ何者かに操られてると見た。デジヘッドじゃないな。あのアンテナみたいなもので強制的に操っているのか。あっぶね。なるほどな。キーの潜入はすでに向こうに察知されてるわけだな。キーの存在は奴らにとってよっぽど脅威らしいな。我が半身よ、一時退却だ。ん？キーのことを狙っているならお前から出て行ってくれと言いたいのか。無理な話だ。キーとお前はもう魂が定着してしまっている。離れられないのだ。ちなみにキーが死んだらお前も死ぬ。お前が死んだらキーも死ぬ。困るだろ。丁重に扱えよ。いのち。ぶっつけ本番だが仕方があるまい。ふんっ。これで数分は持つ。いいか半身、お前に戦う力を与える。半身、お前はなぜこの世界に来たのだ。思い当たる節があるだろう。この世界に呼ばれるということは何か現実に不満があったのだろう。それを思い出せ。は？マジで？おかしいな。アリアちゃんはこれでいけたって聞いたのに。いやいや、思い出しているはずだ。キーの姿とあの電車が見えたのだから。何かお前の身に変わったことが起きただろう。それだ、それこそが現実のお前だ。キーがこの世界に開けた穴から現実が流れ込んだ。それはお前の中に夢という形で現れたのだろう。現実を見つめろ。逃げるな人間。どういうものなのか、キーには難しいな。わからんな。お前はどうしたいんだ。さっきよりいい顔しているじゃないか。いいか、キーには難しいことがわからん。人間はくだらないことで悩みすぎだ。だが一緒に暴れてやることはできるぞ。そのストレスキーが爆発させてやる。 Are you ready? Go live!
シャバの空気はうまいな。うまくいったじゃないか。さすが、キーが目をつけただけのことはある。あー、子供だって言いたいのか。もう物理的に殴れるんだぞ、こっちは。その姿はお前の心の形。この世に二つと同じもののないお前だけの力、カタルシスエフェクトと。さあ、反撃の時間なのだ。お前の心の力、バチコーン見せつけてしまえ。キーも手伝ってやる。行くぞ。手加減はなしだ。キーの歌を聴け。全力で行くぞ。マリオネットみたいに強制的にコントロールされた一般人だ。その能力、カタルシスエフェクトによってこの世界の管理者との糸を切られたような状態だな。まあ、じきに目を覚ますだろう。ど、さすがに無理させすぎたか。とりあえずここを離れ。うん、おい、半身頑張れ。ざっと数十体だ。いけるいける、大丈夫大丈夫。おい、こっちだ、捕まれ。お、早く行くぞ、ハシ。後で説明しろよ、お前。いたしまして。駅で見たお前がおかしかったから心配してやってきたらこれだよ。なんだっつーのよ、あの化け物の大群は。おお、いい友達を持っているな。そこのお嬢ちゃんもだぞ。なんで浮いてんだ、ふざけんな。キーはキーだ。そうかよ、僕はのときんだ、よろしく。うむ。
地上が急にスリル&ホラーに。銀よ、駅に向かってくれ。そこにいい隠れ家がある。説明もそこでしようではないか。オーケー、救出、化け物、隠れ家ね。正直ちょっと燃えてんぜ僕は。なんだこの趣味の悪い車両は、見たことないぞ。乗れ乗れ。ママくつろいでくれたまえよ、人間たち。あのさ、キイって言ったっけ？なんとなく流れから人間じゃないんだろうなってのは分かってんだけど、そろそろ説明してくんない？ああ、キーはバーチャドール、バーチャドールミュウの後継作、子供にあたる。バーチャドール、リグレットと一緒ってことか？あんなまがいものと一緒にすんな。いや、ミュウは昔好きだったけど、キーのことは見たことないけどな。そりゃそうだ、世に出てないもん、キー。母が世間から嫌われてしまって、会社はてんやわんやでな。キーは発売中止になった。それは、なんつうか。だから、人間の歌を歌ったのもさっきが初めてだし、人間の気持ちなんてまだよくわからんのだ。正直、あんまり興味ないからいいんだけどな。まあいいや。とりあえず状況がつかみたい。この電車は安全なんだな。うん、この電車はキーのものだ。リドゥに入ってくるときに実体が保てなかったのでな。この電車を乗っ取るのが限界だったのだ。しかし電車を乗っ取ったはいいものの、ぐるぐる路線を回るしかできなくてな。この超絶アウェイの世界で実体を持つためには、適当な人間の体乗っ取ってリソース使わせてもらう必要があったのだ。に止めてたら最初に入ってきたのが半身だったから。テンション下がってる。あー、でも違うぞ、誰でもいいわけじゃないんだぞ。半身は選ばれし人間なのだぞ。現実に気づいているものにしかキーの姿も見えないし、声も聞こえない。この電車すら見えないはずだ。事実、この数日ホームに止めていても電車を認識できたのは半身だけだったわけだし、すごく助かったんだ。正直寂しかったし。あのさ、巻き込んで悪いなと思ってないわけじゃないんだ。ちょっとだけ思ってる。でもこんな世界帰った方がいいわけだし、むしろ感謝してほしいとも思ってる。オンリーワン、もともと特別なオンリーワンなんだ。半身はお前じゃなきゃダメだったんだ。ナナ、うっさいな。今半身を慰めてるんだ。人間のメンタルは繊細と聞いている。僕も見えてるんだけど、キイとこの電車。あ本当だな。最近悪い夢見た？見た。ごめん半身、お前じゃなくてもよかったかも。ああそうなんだ、了解。また連絡するわ。じゃあな、俊介。学校は全然騒ぎになってなかった。あんだけ派手にやらかしたってのに。リグレットとかいうまがいものが母の作ったメビウスをパクってるなら当然の話なのだ。この世界にとって都合の悪い事実は住人に認知されることはないのだろう。気づけるのはここが現実でないと気づいた人間と、にっくきリグレット側の人間。リグレット、そしてあやつに楽曲を提供している楽師と呼ばれる不届き者どもだな。みんなの憧れオブリガードの楽師も、
ただのアーティストじゃないってか。まあキーの話自体は理解したよ。つまり今いるこの世界は現実じゃなくて夢みたいなもんだって言いたいんだろ。そんでもって今の僕のこの姿は現実で僕が望んだアバターみたいなもんだと。現実の僕はこんな姿をしていないかもしれない。そう、そしてお前がこの世界で見た悪夢こそが現実のお前の状況ということだ。夢の世界の中で見た夢が逆に現実ってことね。あー、なるほどね、そういうこと。ずいぶん頭が柔らかいな、銀。気に入った。キーポイントをあげよう。そりゃどうも。まあ正直半々ってとこだな。マリオヘッドとやらの姿は見ちゃってるし、真っ向から否定するのも難しい。ということで、銀、我が半身とともにこの世界をぶっ壊して現実に帰ろう。あ、いや、それは保留で。あー、なんで。ここにいる人たちはみんな幸せにやってんだろ。僕も多分現実に戻るよりも何も知らないふりでここで暮らしている方が幸せだと思うしね。違うぞ、銀。たとえ理想通りだとしてもここは現実ではない。こんなところにいても何の解決にもならないのだ。母も言っていた。メビウスのやり方は間違っていたと。キーたちバーチャドールはみんなを元気づけ。いやいや、間違っていようとなんだろうと、そういう魔法があるなら飛びつくしかないんだよ、人間は。現実じゃどうしようもない問題ならなおさらな。間違ってたなんて勝手に結論付けられてもいまいちピンとこないんだよ。キーのママには悪いけどさ。キーポイント没収。そりゃ残念。そこんとこお前はどう思ってんの。そっか、強いなお前。僕もそれが正しいんだろうなとは思うぜ。ま、安心してよ。クラスメートが死ぬとこは見たくないし、できる限り協力はするからさ。のらりくらりと煮え切らない男め。人が気にしてることズバズバ言うんじゃないよ。なんだ。ここら辺は沖多摩駅のあたりか。それしかないかな。駅からシステムにアクセスすれば解除できるはずなのだ。ほう。おお、ワクワクしてきた。地味に夢だったんだよな、線路歩くの。うわあ、急にうっさいな。なんで歩くくらいでバッキバキにテンション上げてんの。分かってねえな。線路なんてなかなか歩けないんだぜ。しかも夢の世界と知ったら心置きなく歩けるわけだ。おちょっとな。男なら憧れるもんだろ、電車とか新幹線とかさ。